レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。このチャンネルは、皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。さて、今回は歯科治療における抗菌薬の考え方について解説させていただきますね。ご視聴いただき、参考になることがあれば、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。ところで皆さん、抗生物質、つまり抗菌剤で炎症性疾患や化膿を抑えることをご存知だと思います。ところがですよ、今回お話しするトピックではですよ、驚くべき事実を知って驚嘆されることでしょう。そこで最初に抗菌薬についての簡単にお話をいたします。ついにですよ、抗菌薬を使う歯科治療の種類、現在のパンデミックよりも怖い薬剤耐性 AMR についての解説をさせていただきます。私が歯周病治療に抗菌薬をなるべく使用しない理由はこの点にあるんです。どうぞ最後までご視聴ください。抗菌薬とは細菌を殺したり増えることを抑える薬のことなんですね。カビや細菌から作るものを抗生物質、人工的に作るものを抗生剤と言うんですが、今回はどちらもまとめて抗菌薬として解説させていただきます。細菌は増殖して死を残すというか勢力を増していきますね。抗菌薬は増殖する機能に介入して効果を発揮するんです。ちょっと難しいイメージがありますが、細菌を破壊する代表的な方法としては、細胞壁を破壊したり細胞壁を作れなくするという方法なんです。細菌にはですよ、自分を守る細胞壁というのを、そういう殻があるんです。その殻を破壊してしまえば生きていけなくなるんですね。人間の細胞には細胞膜はあっても細胞壁はないんです。抗菌薬を使用しても人間自身の細胞を破壊するということはないんです。ちなみに細菌以外の病原体、ウイルスや真菌には細胞壁がないので、それらが原因となる感染症には効果がないんです。風邪をひいて抗生物質をもらって飲んだら治ったという人がたまにいますが、これは偶然でしょうね。これは薬のせいではないと思います。風邪の原因はウイルスですので、抗菌薬が効くということではないんです。今までは皆さんご存知のように、風邪をひくとお医者さんは抗生剤をすぐに処方されますね。実はこれが耐性菌を作る温床になっているということで、世界的に大問題になっているんです。むやみに抗菌薬を飲むことの弊害は後半にお話しいたしますので、お楽しみにしてください。歯科治療で抗菌薬を使用するのは、インプラント手術、麻薬した親知らずの抜歯、それから心臓、人工弁を使用している方の抜歯、歯周病が進んでいる方の抜歯なのですね。歯科での抗菌薬は術前投与が基本なんです。手術や抜歯をするときに抗菌薬の血中濃度や
組織中の濃度が高まっていることはとても大切なんですね。ところで抗菌薬は細菌に効くということであればですよ、歯周病細菌にも効くんじゃないかと考える方もいらっしゃると思います。歯周病が薬で治るんだったらこんな楽なことはありませんよね。実際に歯周病治療に抗菌薬を使用している歯科医師もいるんです。これ一時的には効くんですが、歯周病は完治するわけではないんです。歯周病は原因を取らないと完治しないんです。口腔内が清潔に保てない方は再び歯周病が悪化してしまうんです。日本歯周病学会2020年歯周病患者における抗菌薬の適正使用のガイドラインによれば、歯周病治療の際の抗菌薬の投与はですよ、利点と欠点両方あることを念頭に置く必要がある。だから抗菌薬の投与により歯周病の症状の改善は期待できるが、反面環境への耐性菌の出現の助長および腸内細菌層の異常を引き起こすことなども考慮しまして、抗菌薬投与を頻用すべきはないと述べているんです。これが冒頭に述べた現在のパンデミックよりも怖い薬剤耐性 AMR の問題なんです。 AMR とはアンチマイクロバイアルレジスタンスの略なんです。これは抗菌薬を投与された細菌も様々な手段を使って生き延びようとするんですね。その結果今まで効いた抗菌薬が効かなくなるということなんです。2020年1月3日の日経新聞でファイザー製薬の原田社長は、今後国内で年間8000人が亡くなる深刻な問題だと、そう述べていますね。歯周病は抗菌薬を使用しなくても歯科医院でのメンテナンスと歯磨きやデンタルフロスなどによるセルフメンテナンスで十分に予防できるんです。そして改善もする感染症なんです。私のチャンネル名のように入れ歯にしないお話のようにですよ、普段から歯を大切に使ってくださいね。今回のお話はここまでです。次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして2020年1月からは皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的としました OIA 大口インプラントアソシエイツを設立いたしました。インプラント治療を考える方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカで主催している私の講演を受講していただき、技術を習得され、またマンツーマンで指導を受けていただいております。今後も皆様安心できる優秀な歯科医を厳選して掲載していきますのでご期待ください。 OIA は営利目的の企業が運営するのではなくて、大口博歯科クリニックの経営母体である医療法人が運営しているんです。医療法人は公益性が求められているために営利至上主義ではありませんので、安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示されている OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。